は大変なところで、大変でしょう、TikTok。だからみんな、手伝ってよ。そんなになんか、数万円は無理でも、花火とかね、やってみてよ、たまに来てさ。で、コメントで、花火投げたいんだけどって言ってみて。したら、ここで投げてって言うから。それなら、たまに手伝ってくれる？ 2000 円ぐらい。それ一発だけでもうめちゃくちゃ嬉しい。たまにね。1000コインぐらいのやつ。それだけでもでかい。500コインでも嬉しいぐらい。500コインだったら、1000円ぐらいかな。ガチの、毎日ガチだから。結構真面目にやってるよ。さっき来た。ありがとう。親コインはだいたいね、コインの倍ぐらい、金額は。値段が上がったから1.9倍。何時頃起きてからやってる。でね、今日ね、本当はバズイチ2っていう企画だったんだよ。バズイチは見てくれた？1回目やったんやけど、奈々ちゃんとかね。で、今日ね、2やる予定だったんだけど、まあ、馬が合わなくてね、深夜っちょの企画になったんだよ。深夜っちょのね。バトルやりすぎ、バトルしながら強くならなくてさ、頑張ってるの。で、いろいろあったじゃないですか。でね、ちょっといなくなっちゃったリスナーもいるから、今ね、大変なんですよ。ケチって言われてる。まあ、何とでも言ってください。頑張ってるから。まあでも、自分が応援してる人いるでしょ。その人が TikTok やったら分かるんじゃない？俺がどんだけ頑張ってるか。そうしないと分かんないと思う。ただ俺の枠だけ来ただって来たら分かんないと思う。頑張ってることがね。オフ会参加方法。まあ、ゼロリスの残党だね。残党っつうか、ふわっちに残ってる人がいたら、一回ね、お会いしたいなって。だってさ、俺が違うサイトに挑戦するっつったらさ、そっち応援してほしいじゃないですか、俺からしたら。でもふわっちが好きだからって残ってる人ね。ふわっちより配信頻度、どうだろう。ふわっちの時って配信頻度高かった？はい、チックショーさん、ありがとう。チックショーさん。でも結構長時間やってるけどね。太郎くん、わかった。
養分ってなんで、そういうやつだから。ナイスやってる時、まあちょっと違うよね。向こうも結構やってるけどね。今彼女いない。なんかね、みんなどんだけ必死にやってもね、なんともならない問題ってあるじゃん。そうでしょ。一人が何千万投げたりさ、ね。で、大体もう見えるじゃないですか。だからフワッチもそうだよね。イベントで、まあ7位とか8位の人って、それは頑張ってるけど、なかなか難しいじゃん。俺今そういうポジションだからさ、まあフワッチも時間かかったから、まあぼちぼち行こうよと思ってる。あ、 A さん久しぶりっす。 A さんありがとう。キャリーが閲覧すごいの、すごいじゃん。フワッチでマンスリー取るまでに3年ぐらいかかったと思う。3年、3年ぐらいかかったかな。お、みっちゃんこっちでもいらっしゃい。頼もしくなったね、みっちゃんもね。キャリー3000人、まあ炎上してないと80人炎上してないと80人、まあゼロワン様は移動中ラジオでやっても来ますから、どっちがいいと思うよ。そんな一時的なやつらなんて意味ないよね。男から見てもオリバーさんあります。オリバーさん TikTok は見てないですか。オリバーさん、いやね、カズ先生のとこもついたからね。一人強い人がめちゃくちゃ48レベルだよ。 NNN さんやばすぎ。頑張んないと俺も。まーちゃん、まーちゃんありがとう。ついてく、ありがとうね、みっちゃん。48、1億ぐらいちゃう。北に進レベル50。続いて左方向です。左方向です。前からいるの。続いて北に進みます。うちもねレベル40代の人いるけど、やっぱずっとは無理じゃん。そうでしょ、やっぱ限界ってきちゃうから。北に進みます。続いて左方向です。所詮 TikTok のランカーなんて配信会では知名度ないし、ただの金稼ぎサイトでしょ。何を目指してるのってフワッチの人に聞いたら、何をフワッチで言ってんの、変わんないじゃん。フワッチの配信者に聞いておいで。そうやって、
1円も投げたことないけど、いやお前みたいなやつ嫌だ。まーちゃんとかみっちゃんとか会いたい。あの左方向です、アカウントを隠してね、ゼロリスですって考えさせてね。まーちゃんもダメかな、ホテル取ろうか、ホテルちゃんといいホテル、いやなんかね声ガラガラなんだけど、最近気合い入れてバトルしてないなと思って、3日ぐらいちょっと気合い入れてバトルしてたら枯れちゃった。あと20人ぐらい、ふわちからの案内全滅大丈夫そう。いやまあ想定内だよ、だって俺の人脈ってこっちが多いわけでね。でこっちの所属してる人もやっぱふわっちメインでしょ、しょうがないじゃん、気にしなくていいよ。だって俺自分で金稼げるし、事務所経営だけしてるわけじゃないから、それでなんか生活してないから、自分の金で、経営してるから、自分が頑張れば大丈夫だから、人で人だよにしてない。ありがとうりゅうちゃん、それはありがとうって何、夢 TikTok のメッセ見といて、夢昨日感動しちゃったわ、ありがとう。なんでありがとうなの俺に、嬉しかった。昨日ね、昨日つかさっきさ、セイジと戦ったんだよ。やっぱ俺 TikTok メインでやってるから負けれないじゃん。でちょっとリスナー気合い入れてくれたから嬉しかった。感動した。しかもね、その前に、3戦やってたからさ。3勝1敗。ゲスコア全部30万超えてた。あ、いや、嬉しいんやな。嬉しかったや。あ、まゆちゃん会社作るの？会社作った方がいいよ。だって 40% 税金で持ってかれるんだよ。バカだよね。会社作んないと。そう思わん？いや、やっぱ必死だよ。だって、1年やってるからね、向こう。負けれないじゃん。こっちの人は逆に、俺とバトルしたら負けたくないじゃん。そういうの。ありがとう、ゆい。まーちゃん。頑張ってね。まーちゃんオフ会来る。なんかすごいんだけど、まーちゃん初めてもらった。ビッグバン、やばい。まーちゃん何これ、いやお月ちゃんじゃない、まーちゃんうちの4人ぐらいいたんだけど、その人の1人、どこでレベル上げたんだろうね。まーちゃんもともと120だったのかな。15,000円、全盛期のリスナーさん、ありがとう。会社作ってないの不思議だよね。1000万超えたら、作らないと。